中日ドラゴンズ、先発根尾投入。中日の根尾昂投手が4日の広島戦で今季初先発のマウンドに臨む。1日は名古屋球場で汗を流して準備を整えた。正念場の8月を迎え、背番号7に声がかかった。用意されたマウンドは敵地での第3戦。首位を走る赤ヘル打線に挑む。ファームでは先発ローテーションを守り、計11試合に登板して4勝2敗、防御率 2.59 と安定した投球を続けてきた。いざ、プロ初勝利へ。真っ赤な敵地で腕を振る。広島も第1戦の息助投入やで、震えて眠れ。吉田輝星にプロの厳しさを教わるのが広島だしな。広島は去年根尾にボコられてたよな。二軍の成績見ると妥当。ラストホープ。もう遊び出して草。結構年いってて草。広島なら勝てるやろ理論。4位って B クラスの中の1位だから狙う価値あるやろ。最近は二軍で無双してるから当然やろ。むしろ遅いくらい。ここに来て根尾は草。まあメヒア使うぐらいなら根尾でいいよねとはいつも思ってた。野手投げ全然治ってないな。よくもまああの逸材をこんなわけわからんものに育成したもんだ。松葉はなんで抹消されたん？何が根尾やこっちは野村やぞ。正直厳しいと思うけど、ずっとポジション翻弄されても腐らず頑張ってた根尾くん報われてほしい。根尾と野村助の投げ合いするの？ラストピースじゃなくて先発のテストケースやん。ご視聴ありがとうございました。